はい、今日の質問です。私は10歳の女の子です。アブラハムの子孫は今どうしているのですか。アブラハムの子孫がイエス様なら、イエス様は結婚していなかったし、子供がいないから子孫は亡くなったのですか。お母さんはそれが私たちだよと言います。でも何か違うというか、それは信じられないようにも感じます。私がアブラハムの子孫なんですか。 実際の子がこういう質問をするっていうのは将来希望がありますねさあアブラハムの子孫という言葉について3つのことを申し上げます第一番目アブラハムの子孫は今も生きています誰なのかユダヤ人がアブラハムの子孫ですまたアラブ人たちもアブラハムの子孫です つまりアブラハムから出てきたアブラハムと血のつながりのある人民族をアブラハムの子孫というわけですね肉体的に関係があるということですね2番目二番目に申し上げたいのはしかしその中でもユダヤ人というのはアブラハムイサクヤコブの子孫ですですからユダヤ人はアブラハムの子孫だけれども アブラハムの子孫だだというだけではユダヤ人とは呼べないんです。ユダヤ人と呼ぶためにはアブラハム、イサク、ヤコブと血のつながりのある人でなければなりません。この方がおっしゃるようにイエスはアブラハムの子孫です。アブラハムと血の関係があります。と同時にイエスはユダヤ人です。アブラハム、イサク、ヤコブと血のつながりがあります。 しかしイエスに子供がいなくても、アブラハムの子孫はそれ以外にたくさんいますから、アブラハムの子孫が絶えることはありません。さあ、三つ目に、アブラハムと同じ信仰を持つ人をアブラハムの子孫という言い方をする場合があります。つまり、アブラハムの子孫ということは肉体的につながっているというだけではなくて、アブラハムの信仰に習う 人たちのこれは信仰と恵みによって救われた人のことつまりクリスチャンたちのことですこの人たちは肉体的にアブラハムの子孫になったわけではありませんアブラハムが救われたのと同じ信仰の原理によって救われたということですつまりまとめますと私たち異邦人は 肉体的にアブラハムの子孫になることはありませんが、霊的にはアブラハムの子孫に習うものとなれる。これが今日のポイントですね。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。